ヤガチャガチャンネルは。皆さん、ヤガチャッチャ、ヤガミことヤガミハヤテです。さあ、というわけでございまして、前回ですね、ピエトロは騙されたとはいえ、誤って子供たちを守っているだけのとても良い大地の竜という竜を殺めてしまったわけでございます。それに対してサニアにはですね、部屋に来るようにと呼び出しを受けております。さあ、というわけでございまして、元というか竜族であるサニアからすればね、いい竜を殺されてしまったという話を聞くわけでございますけども、さてここからどのような展開が待っているのかというわけでございまして、早速ではございますがサニアの部屋に移動していきたいと思います。なら子供の時に必ずなる病気にかかってしまっただけです。そう、よかった。え、兄様、エレのこと嫌い？え、そんなことあるわけないじゃないか。大好きだよ。でも兄様、なんか悲しそう。違うんだよ、これは違うんだ。辛い思いをしましたね、ピエトロ。いいですか、ピエトロ。これからあなたにはもっともっと辛いことがあるかもしれません。でも負けてはいけませんよ。どんな時にも私はあなたのことを思っていますからね。エレムだよ。ありがとう、エレナ。ありがとう、お母さん。ピエトロ、あなたがしてしまったことに対して責任を取らなければなりません。はい。まあね、何も悪くない。子供を守っただけの竜をね、あなたが倒してしまった竜、それは地底に暮らしていることから大地の竜に間違いないでしょう。大地の竜は地上を司っています。それを倒してしまったということは、作物は育たなくなり、土地は荒れて、地上からの恵みは消え、やがて大地は腐っていくことでしょう。そんな僕はなんてこと。竜の国へお行きなさい。国？そう、私の生まれ故郷、竜の国へ。そこにいらっしゃる竜の国と竜族すべてを滑る竜の王、老竜神様にお会いして許してもらうほかありません。でも竜の国にはどうやって？竜の国はここよりはるか北西にあります。普通の方法では。そう、森の魔女ならギルダさんなら力を貸してくれることでしょう。大地の竜の卵も彼女にお預けなさい。ギルダさんに預ければフローネルの森の魔法が竜の卵を守ってくれることでしょう。はい、母上。本当は私も一緒に竜の国へ行ってあげたいのですけれど。母上はエレナについていてあげて。母様、エレは大丈夫だから、兄様と。ありがとう、エレナ。でもこれは僕がやらなくちゃいけないことなんだ。僕は自分の責任を果たさなきゃ。大きくなりましたね、ピエトロ。まっすぐに優しく育って、私はあなたを誇りに思いますよ。行ってきます、お母さん。頑張って、兄様。さあ、というわけでついに
物語が動き出したというような感じもありますね。さあというわけでございまして、白騎士だけでもないですね。ね、ピエトロだけじゃなくて、なんか見た感じで言うならば、よいしょね、この古竜も一緒に出てきてくれるようでございますね。というわけでございまして、もうね、正直ね、ピエトロの成長がうかがえるシーンにね、このメインテーマが流れるとね、ちょっと何もまだ起きてないのに、私はなんかグッとくるものがあるんですけども。さあというわけでございまして、今回からはですね、改めてまずはギルラのところに行って、この状況をなんとかするべくのヒントというか情報をもらわなくてはいけません。というわけでございまして、ギルラのところに向かいたいなというふうに思ってはいるものではあるんですけども、とりあえずね、すでに収録としては1時間ぐらい連チャンで撮ってしまっておりますので、一度ここでセーブを挟みたいと思います。というわけでございまして、一回申し訳ございませんが、テープチェンジとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけでテープチェンジ、はい、というわけでございまして、テープチェンジ OK でございます。そうしたらですね、とりあえず、フローネルの森、駆け足の泉付近に行こうと思うんですが、そこまではスキップでいいかなと思いますので、そこまでの雑魚敵戦は全部スキップしていきたいと思います。というわけでございまして、フローネルの森までスキップ。さあ駆け足の泉に着きました。さて歌声？綺麗な歌声でござるな。心が現れるようでござる。喋るタイミングかぶっちゃった、ごめんな。この声は、ボフン。寝ちゃった。置いてかれちゃうよ。完全にプーって寝てるね。さあ歌声の主は、誰？ピエトロでした。後ろがね、歌ってたメロディーのアレンジでいい感じ。白騎士さん？どうした？どうした白騎士？白騎士さん？なんだ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 ？長くなかった？よかった。やっぱり白騎士さんよね。お久しぶりです。ちょっと見ない間に綺麗になったでござるな。拙者つい見とれてしまったでござる。なるほど。そんなこと。ピエトロ殿といい、ナルシア殿といい、立派になって。お似合いでござるよ。私ギルダ姉さんのところに帰らなきゃ。すごいコントローラーの振動。ピクピクしちゃってる。ナルシア。さあピエトロ殿、我々も行くでござるよ。助けてあげて。起きたからよかったわね。というわけで駆け足の泉もね、なんだかポポロクロエス物語1の時に比べると非常に自然が多くて豊かな場所になりましたと。さと、いうわけでございまして、そうしましたらですね、本題はギルダの館でございます。というわけでございまして、ギルダの館までスキップ。さあ
ギルラの館に着いたわけでございますが、さーて、あれ？あ、こっちか。よいしょっと。さーて、竜の話、ねえ、ギルラさんに相談してどういう話になっていくかというところでございますが、さあさあ、素直にお話しして。よそよ、もうお前ら結婚しろ。もじもじじゃねえんだわな。ん？何やってんだい、あんたたち。いい反応です。おや、白騎士じゃないか。久しぶりだね。はいや、久しぶりでござる。ナルシア殿と違ってギルダ殿はあまり変わってないでござるな。大丈夫？怒られない？いやあ、拙者ちょっと安心したでござる。そりゃどういう意味だ？やっぱ怒られた。ったく。で、今日はどうしたんだい？実は…まあ重たい話ですからね。どうやってギルラさんが…大変なことになったね。ピエトロ王子、竜の国へ行く方法ね。ないこともないんだが。教えてください。僕はどんなことをしても竜の国へ行って老竜神様に会わなければならないんです。慌てるでないよ、まったく。毎回毎回そうやって諭されてるよね、ピエトロね。ピエトロ王子、ウラノスを知ってるかい？ウラノス？まあ、知らないのも無理はないか。いいだろう。ナルシア、説明しておやり。私？空を飛行する岩のことなの。ほう。その岩は石を持っていて、山の頂上や妖精が多く住むところに時々泊まって何十年も眠りにつくわ。妖精の季節になるとその香りに誘われて目を覚まし、またどこかへ飛んで行ってしまうの。そして今眠っているのがこの森さんね。え、そうだったの？まったくこの子は毎日どこをほっつけ歩いてんだい。呆れて物も言えないよ。ごめんなさい。でもそれじゃウラノスに頼めばもしかしたら。そうだね。いいだろう。ウラノスがいる広場への道を開くかね。ありがたい。お？やっぱドット絵がどんどん綺麗になってるね。さあ、というわけで、お？おお。そこの木なのね。大丈夫？目の前のおじさんびっくりしない？微妙な顔になっちゃったね。まあ目の前でいきなり木が消えりゃね、はーってなるよね。僕行ってきます。お待ちだろ。危ない。ナイスブレイク。えい、まったく。どうしてこう揃いも揃っておっちょこちょいなんだ。ウラノスと会話ができるのは妖精と森の魔女だけなの。仕方ないね。ナルシアを連れておいき。ありがとう、ギルダ姉さん。あ、私用意してくる。懐かしいパーティーになりそうじゃないですか。お、そうだ。どうしたん？ギルダ殿、これを預かってほしいでござる。でっか。ああ、卵ね。母上が竜の
卵はギルダーさんに預かってもらうのが一番安心だって。全部持っててくれたのね、ありがとう。シロキシ、竜の卵、はあ、これがね、はあ、おお、綺麗に整頓。なんだいこのブサイクなのは。やめてあげてよ。噛んだ。ああ。お待たせ。さあ行きましょう。これが感性の違いというやつですね。なんて可愛くないんだい。ずいぶん白キッさんに懐いているようだけど、竜は生まれて最初に見たものを親だと思い込むからね。お、親？拙者が親でござるか。白キッさん、この子なんて名前なの？考えてなかったでござる。まだねパーティーにいる時もね、なんか幼い竜みたいな感じの名前だもんね。おおおおお、うん、あ、ちょっとマジでござるよ。名前すげえ考え込んでる。おお、思いついたでござる。やはり鳴き声から。よろしくね、カボちゃん。さあ、行きましょう。安直な名前になりましたね。なんで、わかったでござるか。あんたコテコテだよ。そんな鋭いツッコミする？さあ、というわけでね、結構懐かしいパーティーのね、メンツになってまいりました。さあ、というわけでございまして、新しく空いたところまで戦闘なしでいけるかな。戦闘が発生したらその時点でスキップといきたいところだけど、お、これはもしや、戦闘なしでいけるかな。戦闘、木が消えたところまでスキップ。さて、ここの下側の左側のところのね、木がなくなってますね。俺様は村で一番の物知りと言いたいところだがよ、さっきそこの木がいきなり消えてびっくりしたんだ。そんで行ってみたらなんだかでかい輪が打ててよ、まあ案内する場所が増えたってわけだ。なるほど、こっち側ってことだね。さあ、というわけでございまして、こちら側に進んでいきましょう。さあ、というわけでございますが、こちらもですね、戦闘がありますので、来るメンツもさして変わらないんですね。なので、ちょこちょこ、どうしようかな、ちょこちょこスキップするか、そのままがっつり行くか。まあ、ここら辺、腹っぱであることも大して変わんないんですよね。じゃあ、次のイベントシーンのところまでスキップしちゃいましょう。というわけで、スキップ。さて、なんか、象形文字みたいなのが地面に出てきましたよ。おー。なんだなんだ？なんか光り出したよ。お願い、ウラノスさん、私たちを竜の国まで運んでいってほしいの。ええ、そう。でもこのままでは大地が腐ってしまうの。何かしらの会話をしてるんだね。そのために私たちは竜の国へ行って、私は、本当にありがとう。ダメだ、人間界には全部同じふわーんにしか聞こえねえわ。終わり？会話。
もう喜びづらい。やったー。なんだろう、これ会話する前に乗ってたらぐるんってひっくり返ってなんか落とされたりとかしたのかな。ピエトロちょっとビビってる。あーそうだね、白騎士も高いところだもんね。ガボは真似しないの。まあね、親と同じ動きするわな。シンクロしてる動きが二人とも。さあ浮いてった。おお。こうやって竜の国まで行くんだな。さあさあというわけで、お、なんかついたぞ。降りるのは大丈夫。どうもありがとうございました。ありがとう、ウラヌスさん。なんかどういたしまして的な。疲れたから寝るって。あ、もっと人間味あふれる返答。さあというわけでございまして、たどり着きましたが、ここはねえ、なんかちょっと高いところに下ろしてもらったようですが、どん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 段差を降りてって、それは取っちゃうな。プラチナのリング、プラチナのリングは装備までワンチャンしちゃうな。違う、よいしょ。おお、マジか。まあだとしたら雨ぐらいにしとくか。で貸しの、待って、プラチナリングって何なんだろう。わかんねえや。もう、あ、違う。さ、これか。こう来て、おー。ナルシアの場合、防御力が一気に上がる。ありがたえ。で、飴と、あと涙かな。オッケー。さ、というわけで、ね、進んできたわけでございますが、もちろんながらですね、エリアも変わりましたので、敵キャラもガラッと変わりますし、さらには戦闘 BGM まで変化。さあ何がまずいって、ここからはですね、敵のダメージもちょっと高くなってまいりました。作戦としてはナルシアに関しては、なるほど、自由に戦うでいけるか。オッケーオッケーオッケー。ねえ、戦闘もね、魔法もなんかいろいろとね、グラフィックがどん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 向上しております。さあ危ないところでしたが、もう白騎士さん頼りの攻撃力ですね、正直ね。白騎士さんを起点としてレベルを上げていく他ないかなってところでございます。さあ、というわけでここから進んでいくわけでございますが、そうですね、こっからまた、新しいところにたどり着いてイベントが進んでいくっていう感じにはなるんで、まあ、ここでちょうど切れ目としては、切りがいいのかなと。なので、ここで一回、とりあえず今回の動画はここまでとさせていただきまして、次回動画はですね、ここから始めますが、ちゃちゃっとスキップして、次の目的地であります、マンセル村っていうところにたどり着いてから、話を進めていこうかなというふうに思っております。というわけで、改めまして、ここまでの終わった私、八神こと八神隼人がお送りしました。では、次回動画もですね、ガッツガッツ物語進めていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、ご視聴ありがとうございました。See you next time, stay tuned! バイバイ!